はい。よいしよし。はい、どうも。えー、ルールカです。えー、今日はね、えっ、ー、と、まだリリースはしてないんですけれども、えっ、ー、と、まあ、この夏、えー、リリース予定のゲームの紹介をちょっとしたいなと思います。えっ、ー、と、これは個人的な、あの、紹介ですのであの、特に、あの、タイアップとかではないです。えー、黒騎士と白の魔王というゲームになります。 えっと、新国のバハムートっていうグリーンの、あの、から出たゲームを、えっ、ー、と、開発してた会社が作ってるみたいですね。ちょっと俺、新国の、新、新国のバハムートあ、バルハラゲートか。は、あんまりよく知らないんですけども、 あの、こちらのタイトルは、あの、すごく興味が惹かれました。えー、ティザームービー、えっ、ー、とー、まあ、見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、今、ちょっと、あのー、この動画で一緒に流しておきますね。えっ、ー、とー、まあ、そちらを見ていただきながら、まあ、話を聞いていただけたら幸いです。えっ、ー、とー、 まあ、ここにも書いてあるんだけど、圧倒的な世界観、圧倒的なやりこって、すぐすべてが別格の RPG と。まあ、あの、ジャンル的には RPG です、というところで、あの、やり込み要素が強い RPG になるんじゃないかな、と想像してます。で、えっと、今私、セブンナイツにすごいハマってるんで、あの、セブンナイツのような、あの、ゲームを、まあ、求めてるっていうのは、 ま、すごく、まあ、ありますね。で、まあ、どういうところが、ところかって具体的に掘り下げていくと、やっぱりあのー、PVB の部分ですかね。やっぱり、あの、せっかく、あの、強いカードを手に入れたりとか、強いキャラを手に入れたりしたら、やっぱりそれを自慢したいじゃないですか。で、それを自慢したり、本当に強いのか、っていうのを確かめたくなるっていうのが、まあ、やっぱり人情、 じゃなないいかなって僕は思いますし、えー、とたくさんの人が多分思ってると思うんですよ。で今まで、あのー、なんだろう DNA が出してるあだからあで DNA の、えー、方でやってたプロ野球ドリーム9っていうゲームだったりとかでも横浜 DNA ベイスターズの部門で1位を取,る取,る取ったりとかもしました。 ししししたたりとかもしましたしやっぱり、あーのー、勝ちたい。うん。自分の考えたチームが、まあ、最強だって、やっぱ示したいっていうのも、やっぱりあるんで、まあ、そういうことができそうなゲームだなっていうのがあの、すごい思ってます。はい。で、えっ、ー、と、戦闘がこんな感じみたいで、縦、縦画面みたいなんですよね。で、セブンナイツと違って、縦画面になるんで、動画撮ったりするときちょっと寂しい、 あのー、画面になっちゃうと思うんで、そこら辺はちょっと考えなきゃいけないんですけど、あのー、この気になるのが相手の行動を読み、勝利せよっていうのがあるんですよね。まあ、セブンナイツはオートバトル、完全オートバトルで、スキルだけ選択式なんだけど、これはどうなのかなと。まあ、下にオートボタンがついてるんで、えっ、ー、と、自分で、えっと、まあ、スキル選択してっていう風になるのかなと。で、オート押すとスキル自動なのかなって感じですかね。 だってこれ見ると、あーのー、ね、えー、っと、なんとか、なんとか強化とか、そんなのしか書いてないじゃないですか。ということは、えー、っと、セブンナイツに近い戦闘形式になるんじゃないかな、と予想してます。で、それが 2D。まあ、セブンナイツは、まあ、えー、っと、3D だけど、まあ、2D でそれが展開していくと。で、 2D の良さっていうのは、まあゲームが重くならないっていうこと、電磁消費が 3D と比べたら少ないっていうところですよね。なので長くできるかなっていうところは一つあの想像しているところなんだけど、まあこれが、えっ、ー、と、まあすごく楽しみだなと思ってます。で、あとこの世界観。世界を守る黒い世紀。愛を捧げる白い世紀と。 2つつのの正義はなぜぶかかり合うのかさっき PV 見てもらってたら分かったかもしれない,れないですけど普通白黒つけようっていうのに黒白つけようって言ってたじゃないですかでそれはどういうことなんだろうなっていうのとかまあそこら辺のストーリーがちょっと気になるなっていうところですね世界を守る黒い正義で愛を捧げる白い正義って言ってるじゃないですかまあ正義と正義っていうのはぶつかり合って戦争が起こるって思ってるんでそこら辺はまああの何ていうのかな世界の まあ、断りかなーっていうふうに思うんで、うんまあ、共感、共感とか理解できる部分ではあるんですけれどもじゃあ愛を捧げた人と世界を守ろうとしている人が何でぶつかり合わなきゃいけないのかっていうのがまあやっぱりありますよねしかも黒い騎士は白の魔王と戦おうとしているわけですからね、まあ、なぜそうなってしまったのかっていうのもまあ気になるなーっていうのは思ってます で若干こう引き込まれる、こう、部分があるっていう、そのフレーズにね。で、あとまあ、あの中二心をくすぐるっていうところがやっぱりでかいのかなと。うん。俺つえするんだったら、やっぱりファンタジックな世界でやりたいなっていうのがすごく思うところだと思うんですよね、みんな。まあ、みんなとか言って、俺なんですけどね。はい。で、そして、対人戦タウンなど、タウン機能などやり込み満載。 多分だけど、このタウンの機能っていうのは、あの、対人戦用のその強化だったりとか、あの、なんかのこう、効率が上がるとか、まあそういうことが、あの、往々にしてあるんだろうなーっていうふうに思うんで、まあ非常にこう、楽しみな要素ではありますよね。 時間かける系なのか、あの、お金で時間が変えちゃう系なのか、とかも気になるし、ま、あいろいろあるじゃないですか。時間でお金変えちゃう系とかも。あの、今すぐ終了させるみたいな。っていうのも,もう気になる。対人戦がどういう形式なのか。まあ、あさっきのこの戦闘と同じ形式でやっていくのか。で、自分、王と以外あるのか。 ま、オートがある、オートだけなのか、オート以外、なんだなんだ、な、なになになんだこれ。オートだけなのか、オート以外あるのかで、結構変わるじゃないですか。ま、セブンナイツも、やっぱり、結構そこら辺は賛否両論あったんで、オートしかないから、とか、運ゲーだ運ゲーだとかってなるんですけど、でも自分で選べたら、ま、勝てないやつって、 バカ扱いされちゃうじゃないですか。それはそれで腹立たないですか。だったら、いやー運が悪かったーって負けた時言いたくないですか <laughs> って俺思っちゃうんですよね。なので、まあ、えっと、この、えー、白と、え黒、黒騎士と白の魔王 と、楽しんで、まあ、やっていきたいなっていうふうに思っておりますね。はい。皆さんは、まあ、この話を聞いてどう思うかわからないですけれども、えっ、ー、と、ぜひね、あの、共感していただけたらいいなと思っております。あの、私、あの、このゲーム、あの、配信されましたら、あの、実況してまいりますんで、そちらの方もお期待ください。それでは、えー、どうもありがとうございました。 失礼いたします。